21世紀の夜明け。それは埼玉県草加市で2人の男から始まった。日本の住まいを変える夢。熱い思いだけで同志が集まってきた。日本ボレイトの誕生である。宝さんの父荒川民夫の科学知識とアイデアを形にするための努力がやがて全国へ広がっていった。そこに新しい仲間が生まれ、新しい世界が生まれた。日本の合成殺虫剤を使うシロアリ対策に終止符を打つため立ち上がった仲間。一つとなった仲間たちこそ私たち。エキスパート育成のため放散処理研修施設も開設。集まった私たちは意見を出し合い、さらなる進化を目指し、挑戦することをやめなかった。そして私たちはいくつかの証をつかんだ。2018年度グッドデザイン賞、グッドデザイン賞受賞。暮らしになくてはならない安心。マイホームの健康。それらを見えない部分で支えるボロンデガードが、共にボロンデガードを支えた私たちが手にした証。これまでも、これからも、すべては住まい手のために、すべての人たちのために、家族の幸せを何世代もつなぎ続けるために。私たちには妥協がない。